お疲れ様です。お疲れ様です。いや、珍しい。いやありがとうございます、今日。ありがとうございます。安田知ってんの、なんか今日話あるって。ああ、でもなんか、とりあえずみんなで、まあ、ぐらいの感じで、詳しくは分かんないです。ちょっとまあ飲みながら、ちょっといろいろね、お話したいことがあって。うん、酒飲みながら。さんに。はい。なんか、こんなん言うとあかんかもしれんけど。はい、ドッキリちゃうの？ドッキリじゃないですか。めちゃくちゃ見てる。ないですよ、さすがに。え？ちょ、俺もうほんま不審やわ。じゃあカジサックの格好もしてないじゃないですか、だって。いや、それで言うたらカジサックの格好じゃない時もドッキリするやん。確かにって言ってるやん。もはやね。もはや、するやん。でもや、だからやってないんで。そう、やってない、はい、ないでしょ、だって。ないけど、はい、なんなの？いや、ちょっとね、まあこの間プロポーズしたじゃないですか。うん、で、まあ、無事、ね、OK もらって、うん、お前めでたい。ありがとうございます。うん、で、こっからまあ席入れて、で、いろいろね、子供のこととかちょっといろいろ考えてて、ちょっとガチのやつや。そう、もうガチのやつですよ。ちょっと相談したいなっていうか。あ、子供も考えてんねや。考えてますね。やっぱちょっともう早い方がいいかなっていうのもあって、まあ僕も年齢も41じゃないですか。だからちょっとその辺を、そのタイミング的なこととかちょっといろいろね、相談できたら、まあ安武は、まあね、うん、一緒に、まあっていう話もしつつ、うん、ちょっとまあ、パッと飲みたいなっていうところもあったんで。最近飲んでなかったもんな。飲んでないっすよ、全然。じゃあ今日はもうちょっと酔いましょう。もう酔っちゃいましょう。酔っちゃう？はい。早いからな、でも酔っちゃうとか。え？すぐじゃないですか。いやでも俺これ氷結やから、はい、はい、免疫やから。え、それ一本分入ってるじゃないですか。俺入れてくれたから分からん。はい、これ一本分入るよね。で、うん、何杯いけんすか。これ一本分？はい。はい、8。嘘っすかよ。いける？8いけないよ。いや、行こうともできるよ。あー、マジっすか。行く気はないよ。今日はだからちょっと飲みましょうよ。あれ嬉しいですね、そういう機会もあれ。飲んどこなのな。だからやっぱり。何よりまず大事にした、うん、まあどんだけ話し合ってるかやけど、はいはいはい、奥様がどのタイミングで欲しいのかっていうところやと思うね、うん、そこは一緒なの気持ち。一緒で結構もう早くもう欲しいっていう感じなんですよね。あ、はあ、まあこれってほんま難しくて、うん、本当にでもそのトンボと奥様の意見が一致してないんだったら早くてもいいとは思うけど、うんうんうん、俺個人的な意見は、うん、やっぱりうちが嫁と子供当時ね、はい、できたのはすごい早かったから、うんうん、だから言えることかもしれないけど、はい、強いて言うならもうちょっと2人の時間大事にしてもよかったねっていう。あ、そういう話とかされるんですか、その2人の時間があってもよかったねみたいな。そうね、だからそれを、老後に2人でたくさんしようねって話はするけど、あ、はいはい、後悔とかしたら当時がかわいそうやから、うん、後悔は全くしてないねんけど、うん、そういう時間があってもよかったねっていう話は、うん、まあ軽くしたことはあって、ね、だから、うん、やっぱり赤ちゃんできてやっぱり体調つわりのこととかあったりするから、うん、で生まれてからもどうしても身動きがなかなか奥さん取られへん、はいはいはい、くなってくるから、うん、でもあれか、友達付き合ってる時に結構、うん、いろんなとこ行ってんだっけ。いやでもね、あんまりデートみたいのは実は行けてなくて、うん、でまたねちょっと出にくい状況とかもね、うん、世の中的にあったりしたんで。そっか、はあ、そうか、そうなんですよね。その問題があるもんな。うん、そうなんですよ。それで言うとほんま近づいて飲みたいもんな。近づいて、そうっすね。確かに変な距離とこうやって飲みたいもんな。そうっすね、歌いながら飲みたい。輪になって踊りたいっすね、はい、本当に。 V6 さん流したよな。流したいっすよ、本当に。うん、だから新婚旅行とかを早めに。でも今行かれへんもんな。え、カジさんって新婚旅行は乗って、うん、で、行ったんですか。一応俺がもう本当にバタバタしだから海外とか、はい、5泊とかできなくて、うん、もうほんま1泊2日で一応行った、日本の、はいはい、え、その時当時はお腹にいる状態だ、うん、ああなるほどね。まあ、それでもやっぱり気使うやんか。まあそうっすよね。だからできれば、うん、その赤ちゃんができる前に、はい、日本なら日本で旅行した方が僕はいいんじゃないかなって。なるほどね、思うよね、まあ、っていうか、うん、そもそも式とかどうするんですか、うん。いや、それもね、この時期もね、ありますけど。まあね、時期もあるし。奥さんどうなの。いや、あんまりね、そのめちゃくちゃあげたいっていう感じはなさそうじゃなさそうなんですけど。あれも女性の式典やから、うん、本当に、うん、
どんどんやりたいの？いや僕もうこんまあね、まあ、女性のものっていうことであれなんですけど、僕自身はあんまりその結婚式披露宴みたいなのはちょっともう恥ずかしすぎて、ちょっとあんまりちょっと笑われそうじゃない？絶対笑うでしょ、絶対笑うでしょ、僕があのこのなんか扉からバーンって開けて出てきた、着てる服によるな確かにね、あのアホ社長着てたら笑われないバカ社長ね、バカ社長蝶ネクタイつけてなんかこんなんなんか持ってたら笑っちゃうかも。いやだからまあ2人が決めることだな、近しい人だけでできたらいいのかなとも思ったりもするんですけどね。なんかでも、僕覚えてるのが、カジさんが昔、芸人の後輩が結婚するってなった時に、それこそ狭間さんかな、なんかの時に、式どうすんのって、まあでもお金とかもいろいろ大変じゃないですかって言ったら、カジさんはもう、じゃあ貸すからそんなもんって、懐かしい、あったな、はい、懐かしい。でもあれはお嫁さんがいつかやっといてよかったなと、ね、もし思っちゃうのであれば絶対やっといた方がいいから、そういうことなら全然相談しみたいな感じで言ってたの覚えてますよ、ね、だからひょっとしたら、奥さんも、共にちょっと気遣ってるかもよ、ああそうなんですかね、でもデリカシーないやん僕、そうなんですよ多分言っちゃってるかも、その僕がどっかで彼女ちゃんにちょっと俺は式とかちょっと恥ずいかもとか、あー言っちゃってるんだもん、で意外と女性ってな残ってたりするんだから、そうか、だから分からんけど、わらちゃんほんまに、あーでもそれもあるかもしんないですね、だから一回お前から振ってあげたんや、はいはいはい、式あげないとか、あー、そうそう、あ、式あげないっていう風に、そうそうそう、ちょっと俺もなんかやりたくなってきたなみたいな、せっかくに一緒に一回だからさ、言い方、確かにね、って言ってあげたんじゃない、なるほどね、それはいいかもしれないですね、でも子供は難しいな、この問題難しい、じゃあ作ろうってできるっていう100、まあまあ、100そうですよね、できるっていうわけでもないから、確かに確かに、でもこの経験した人からすると俺は早かったから、ちょっとこう2人の時間っていうのも、ずっと同棲もしてもな、してますね、はい、まあでも旅行ぐらいは、まあそうですね、はい、いやでもマジで本当にね、こうリアルに自分がこう結婚とか子供とかのことをこう本当に考えるようになってめちゃくちゃ頼もしいっすわ、あたすあたすあそっか、いや本当にめちゃくちゃ知ってる人がいる、ビッグダディやもんだってビッグダディビッグダディって、何人からビッグダディあーあーちなみに何人だと思います？ビッグダディ、はい、2桁やろ、ビッグダディの定義は、俺のビッグダディの定義の定義は2桁やろ、はい、ああなるほど、違う、10人からビッグダディ、うん、じゃあもう全然リトルダディですよ、誰がリトルダディちっちゃいしね、そんなこともない、ちっちゃい、ちょうどちっちゃいし、まあ確かにね、2桁乗るとね、いやでもいやもう4ですよ、もうなあ、はい、4は立派なビッグダディ、ビッグダディよね、4はビッグダディじゃないよな、だって10はちょっと興味なかなかいないですよ、4ですら、まあね、で5ですよ、5まだ増えるかもしれないでしょ、これな、はい、あ、それこそほんまに、嫁と話し合ったりすんねん、あ、はいはいはい、やっぱりそれで話し合うっていうのは作ろうか作らないでおこうかじゃなくて、もっともっとふわっとしてる会話というか、できたらどうするじゃないけど、もちろん今現状をこう作りに行こうともしれないあれだけど、これがね、だから嫁が子供めっちゃ好きやから、好きですよね、だからでももう本当にどこも行けないのよ、やっぱ赤ちゃんがいるとなかなか、そろそろこう家族でゆったりこうどっかに行くっていうのもそろそろしたいよねみたいな、そうですよねってなるから、うん、でも多分俺の予想というか俺の感覚で言うと、みっこはなんか何もでも欲しいっていう感じがするけどね、なるほどね、めちゃくちゃ好きだから、そうっすよね、好きっすよね、だから
悩んでるよね。なるほどね。ある意味その、まあ、まだ今は考えられないし、はるちゃんちっちゃいし。そうですよね。だから難しいな。はるちゃんにも会いたいわ。え？全然会ってないですよ。確かに。まあまあまあこのご時世やからね。まあ本当に会いたいな。めっちゃ大きなってる、めっちゃ大きなってるわ、ね。マジっすか。うん、いやもう本当にカジサックの楽屋があってよかったっすわ、本当。見れるから。みっこさんが定期的に上げてくれるんだよ。かわいいよな。かわいい。いい、うん、奥さんも好きやねんな、子供。大好きっすね、本当に。好きそう。うん、めちゃくちゃ好きっす。だからもう今はもうコロッケが、うん、もう自分が産んだって言ってますから、もうコロッケのことを。もう自分が産んだという言い出しました。言ってますから、かそういうとこも可愛いよ、ね、可愛いっすね、本当に。うん、子供の名前もそういうコロッケみたいな名前しかないわ。とんかつとか揚げ物にしないっすよ、子供の名前は。今思うとさ、コロッケでよかったな。いや本当に、うん、名前ってほんまにあるよな。ある、ありますね。その、はあ、最初一発目コロッケって聞いた時にさ、はあ、ちょっとえってなって、まあまあまあ、まあ、コロッケみたいな、うん、コロッケじゃなくて俺からしたらコロッケやから、うん、関西人コロッケみたいな。そんなリアクションでしたもんね。そうそうそう、はあ、でも偉いもんで、もうあの子はコロッケでしかないし、もうコロッケでしかないっすよな、うん、名前って不思議やわな、うん、すごい可愛い、ほんとに。ちょっとだけもう寄ってきた、俺偉いもんやわ。じゃペース早いっすね。早い、うん、ペースが早い、うんうん、楽しい。何よりです、嬉しい、はい、やっぱり家にいる時とか、うん、もうほんま1本ぐらいしか飲めへんから、ほんとにルーティーンよね、うん、そうっすよね。それももう気持ち悪いですか、飲まないと。ルーティーンだから気持ち悪いことは多分ないと思うんだけど、うん、何やろうな、もう梶さんってそのルーティーンいくつあるんですか、自分の中での。あっ、ちょっと面白いよね。確かに結構あるよね、だってなんかこのマイルールが。やっぱイチローさんに憧れてるから。いやいや、でもほんまに憧れてるからね。いや、氷結は1ルーティンじゃないですか。もう絶対に。ちょっと1ルーティンと一郎さんがややこしい。一郎さんのルーティンのことを1ルーティンで。いや、お前の方が寄ってるやん。俺もちょっと早いかもしれないですね。これもルーティンやろ。はい。でそういう、なんていうの、イチローさんってさ、はい、あくまでも試合、野球の試合に向けての、うん、俺はルーティーンだと思う、ね、うん、そうですね、はい、俺のルーティーンはそこまでかっちりしてないから、はいはい、生活習慣みたいな、うんうん、癖みたいな、要はしないとでも気持ち悪い、うん、そうね、うん、だから、まあ、これみんなあると思うんだけど、うん、じゃあまず起きて何するっていうところや。ああ、はいはいはい。これも絶対いろいろあると思うね、うん、毎日バラバラやったりする。いや僕はも、僕でも最近できたルーティンだったらあるんですけど、僕はヤクルトを1本飲むっていう。健康志向、うん、ヤクルト1本飲むっていう。ああ、うん、これはもう朝一多分一番最初にしてますね、僕。なるほどね、はい。でそれはベッドメイキングですね。安谷違う違う違う、もうやつ竹じゃない、もう竹竹やもはやもはやね、もはや竹竹竹竹ですよ。でも本当に起きてその間に起きるみたいな話ですよ。あー、そこで目が覚めていく、体動かさざるを得ないじゃないですか。なるほどな、綺麗だし、そのはい、そのすごいね。でも本当に実家っていうかされたん。そうっすね。マジ実家の時も信玄が絶対いるんで、上に。あ、信玄くんな、かわいい。信玄どかして、かわいいね、信玄どかして、信玄どいてっつってやるからっつってやってました。俺はね、はい、もうこれはね、ある種職業病やと思うんだけど、はい、まず YouTube。 うーわ、え、起きたで一発目ですか。まあ、YouTube ってあれか、自分の動画の再生数のチェック、はいはい、
が絶対一発目。なるほど、うん、まあ、その日によって寝る時間ってバラバラってするやん、はいはいはい、2時間の時もあれば5時間の時もあれば8時間の時もあるから、うん、そうですね、何時間であれ起きてまず、うん、回数がどれぐらい伸びているのかっていうチェックと、はいはいはい、でその流れで、うん、他の人たち、うん、YouTuber さんの、はい、動画の回数もチェックする。ああ、だから回数をチェックするんですね。回数をまずチェックするでしょ、うん、で次が Twitter、うん、チェックでしょ、ほいでニュースかな、 Google のあ、はいはいはい、ネットニュースをチェックするっていうの、はいはい、これをするまで俺家族に会わなかったですよ。ああ、なるほどね、うん、そこまでは自分の部屋で、そう、そこまでは何にも口にもしない俺。へえ、なるほどね、うん、すごっ。それはもう YouTube 始めてからもうずっとですか。ずっとずっと、だから その前までは全然ちゃうもん。そうかそうか、それこそその前やったら俺まず冷蔵庫でサイダー飲んだ。変わりましたね。へえ、ネットに疎かったから、うん、YouTube やる前はね。じゃあ起きてからしばらくは携帯ポチポチしてる時間があるんだ、ルーティンとして。全然やろな、もうかなりのスピード感で見るで俺。ああ、もう寝てるやん、うん、でブーって起きるやん、はい、もうこのペースでいく。へえ、いや、こうなのか、うん、もうこうな、起きてるやん、うん、あーすごいな、それはすごいわ。え、逆に、うん、見ない YouTube、 いや YouTube とか海賊チャンネルの回数だったりとか。ね、いや見ますよ、もちろん見ますけど。寝起きではない。寝起きではないですね、うん、寝起きではない。でも起きてからなんか一息ついてソファに座ってスマホ触るタイミングで見るっていう感じですかね、うん。なるほどね。でも僕最近ちょっと早くなりましたわ、うん、あのゲームチャンネルをやりだしてから結構な、だから朝起きて、うん、僕もしばらくしてから見てたんですけど、結構朝起きてはベッドとかやりつつも、うん、で携帯持ったらゲームチャンネルのは見ますわ。なるほどね。でそれを見ることによって、うん、まあ、なんでだろう、なんでこんな伸びる伸びないとか考えたりとか、うんうんうん、の流れで、うん、じゃあメインはどうなんだろうっていうのがもうそのまま流れで。なるほどね、なりましたね、うん、今一瞬鉄腕のドンさん入ってたけどね。俺もそこが気になって後半聞けてなかったけど、なんでだろう、なんでだろうって言って2回ぐらい入ってましたね。え、なんでこれせんへんねやろ、なんでだろうって思ってた俺。また入ってきた。でこれせんかったから、うん、はい、もうはっきりなんでだろうって言ってたから。そうですね、もう酔ってるかもしれない。僕も鉄道さん。なんで。鉄道さんってダメっすね、もう。まあでも最近は結構その朝早めに見てるかもしれない。なるほどね、はい、うん、でもゲームチャンネルで言うとさ、はい、本当に俺が想像してた、うん、約5倍、うん、かな、再生数だったりとか、うん、登録者数だったりとか、だから登録者数じゃない、再生数の方がちょっとびっくりしてるな。あ、あのすごいな、なんか俺だから嬉しいね、トンボとヤスタケが出てるだけで、はい、再生数が5万回超えるっていうのは、いや、ありがたいですよ。俺すごいことやと思うね。本当にありがたいな。なんかそのいざ、うん、その責任感持ってやるじゃないですか、うん、とやっぱコメントの刺さり方が変わってきますね。全然違うやろ。全然違う、ね、全然違うね。で、うん、そのカイさんが、うん、そのなんかそのアンチじゃないですけど、うん、そのなんかちょっとそう指摘みたいなのにも刺さったらいいね押すって言ってるじゃないですか、うん、あれがすごい分かります。やろ。なるほど、すごい分かる。コメントしてくれることがありがたいな、はい、確かにね。だからそのトンボ安武さんがかわいそうだからコントローラーを渡せとかも俺もいいね押してます、うん、いいね押すってどるんかい。だとなんかちょっと笑っちゃうんですよね。なんかグッて入ることによってそれパッて言われると笑っちゃうんですよ、うん、まあね、全然違う。はい、全然違いますね。で、お前これあれやんか、あのメインのやつのコメント見てるときはこうやん。あれ、
あれはでもだから貧乏ゆすりしてシーンのだからなんでだろう、そんな表現じゃない、俺叩かれるのなんでだろう、やってるやんかヤスアンドタケ心ではちょっとヤスアンドタケ、あー、ここは捕まるヤスアンドタケ、いや、鉄アンド友のヤスアンドタケ一人ですよ、一人で、なんでだろうあ、面白いですね、だいぶ変わりました、そこら辺は。ああ、そうそう、全然ちゃうね、はい、いつかトンボもやったら、え、どういうことですか、チャンネル、え、僕が何ちゃん、あ、僕のチャンネル、うん、何チャンネル、まあ、ある種な、今ゲームチャンネルで言ったらさ、まあ俺のチャンネルではあるねんけど、はい、まあ、安崎が管理してるみたいなとこあるね、はい、まあそれは編集のこともあるし、はい、やったりしてるけど、うん、そのトンボの、はい、まあ、時代はどうなっていうか分からへんやん、はいはいはい、でもなんか俺は構成作家さんの、はあ、チャンネルってあってもいいと思うね、なるほどね、うん、考えたこともないっすわ、考えたこともないですかがもうヒント埋まってるやん、ああ、うん、そうか、うん、だって他の構成作家さんもひょっとしたら、ね、お前と同じ考えで、うん、考えたこともないなそれ行く人がばっかりかもしれん、はいはい、っていうことは空いてるのよ、なるほどね、なるほどね、そう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 、隙間の見つけ方だ、うん、だこれでもお前が例えばコロッケチャンネルとかやりだしたら違うと思うやりがちっすね、でもねやりがちやん、やりがち、やりがち、これは違うと思うね、はいはいはい、お前のその武器、持ってる武器を最大限に活かせる、うん、まあ、そこもギャップよね、開作チャンネルではお前こんなんやって、はいはいはい、やってるやんかではない、ほんまに仮にやけど、うん、真剣にあの台本作ってるとことか、例えばね、うん、俺ってなんか石田に言ったことあるかもしれない、ノンさんの、はあ、俺石田の台本書いてるとことか、でも確かに確かにあの長尺で見たよね、わかるわ、うん、カット入れずに、僕ねちょっと違う、まあそれはあの台本とは違うかもしれないですけど、あのまんべんっていう漫画家さんが作画してるところをずっと俯瞰のカメラで映してるとか、うんうん、とかめちゃくちゃ好きなんですよ、うんうんうん、だからそういう感じですよね、そう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 、これが台本なのかどうなのか、まあまあそうですね、うん、あんのかなそんな、なんかね僕のそんなとこ見たいっすか、見たくない、見たくないんか見たくねえっすよ、見たくねえんかお前もバカやないかじゃあっていうのもわからん、時間かけて考えたらあるかもしれない、でもはたまた構成作家山口智じゃなくて、はい、要は開作チャンネルで言うと、はい、山口智っていう演者の顔もあるわけや、はいはい、その演者の部分、はい、だって元々演者やん、もともとそうですね、うん、そうですね、それこそナッツやんそうですね、ナッツですっつってやってましたからね、ナッツですっつってやってたやん、はい、まあ、その演者山口智の部分も生かすチャンネル、だコロッケ買ってみたんじゃないけど、あ、買ってみたっていうか、うん、コロッケ育ててみ、コロッケチャンネルじゃないけど、はい、そんなん別になしではないの、うん、だからそんなんもいつかあってもいいんじゃないかなって、思うよね、うん、でそれも動画をジャスタケが、うん、もう会社作っちゃって、あ、ジャスタケしてるっていう会社名、株式会社ジャスタケしてるジャスタ会社ってハテナありなん、あれ全然あれじゃないですか、違う会社名が異常にダサいじゃないですかだからあのご飯食べた後とか領収書切ってください、うん、当て縄で安竹してる、前株安竹してるって違うんすよ、安竹してるルーの後は果てだね、安竹してる俺は未だに分かってないんで俺一言も自分から言ったことないんで俺は普通に生活してんだよ、うんそれをなんか言ってくるから絶対言ってない、でもルノアとハテナでは、うん、そう、ルノアとハテナでよそりゃそうよ、いや、会社名にしたらね、うん、やろやろ、ちょ、俺は普通だと思う、お会計俺店員さんやるからなんでお会計こちらになります、はい、カードで、じゃあお願いします、はい、これ領収書どうぞ、あ、お願いします、宛名はあ、株式、前株で、はい、安竹してルーで、安竹してルーで、ルノアとハテナでハ
毎回これなるよ、ほんと毎回なる毎回これなるよ、それにしたら毎回なる、毎回なる、めんどくせえ面白い、やったほうがいいよ、恥かくし二つな、ハテナそれしてる、うん、ハテナ二つね、うん、あ、すみません、これハテナ一つ足りないですめんどくせえ毎回それやるよいや、いいやん、あ、面白い、面白い、それだ、やろうやろうやろう、だから、まあ、それ置いといて、はい、そのさ、うん、お前何やるやったと、うん、それを株式会社安崎シェフに、うん、練習をお願いするみたいな、練習はできますね、いやでもね、僕ね、もう本当にでも自分のチャンあんまりでも楽しくないかもしれないですね、僕やっぱね、サポートに回った方がやっぱこう楽しいんですよね、性分として、もうもはやもともとは違ったんですけど、うん、まあこれも作家やるようになってからかもしれないですけど、もともとちゃうよな、もともとは僕も本当にもう本当にもう前でたい人でしたから、一番目立ちたい人でした、そうやな、はい、うん、俺が作家になってサポートの素晴らしさを、そうですね、だから自分がの例えばトンボチャンネルっていうことよりも、うん、カジサックチャンネルのトンボとかゲームチャンネル安武やってるサポートするトンボの方が、うん、やってて僕は楽しくなっちゃいましたね、変わり方でも安武ももともと芸人で、はい、前にっていうとこやってます、でも僕は芸人中も、うん、やっぱそのそれこそ矢部さんみたいに、うん、相方を前にっていうツッコミでね、はい、うん、には憧れてましたけどね、うん、まあね、はい、どこで諦めんかん、僕はこうやってあるやん、うん、俺そういう話好きで、あれ僕言いませんでしたっけ、僕もう確実に心が折れたというか確実にポコロってかわいいね、心があなたあのとこにポコロあるんですか、ポコロがあるんですけど、もうポコロポコロ折れるって感じしないけどね、ポコロそうですね、うん、取れるとか、ね、取れるですねいや、大きいじゃん、あ、本当ですか、例えばさめっちゃ夢なんで言ったら、はい、しんすけさんが、はい、漫才をやめる理由は、うん、ダウンタウンさんを見てとかさ、うんうんうん、っていう話俺好きやねん、はいはいはい、聞いてないと思うで、あ、本当ですか、僕はもう西野にだけしか言ってないんちゃう、いや、西野さんもでも言ってないかもしれないですねいや、言ってる僕は、あ、やめようって思ったもう明確な瞬間があって、めっちゃ聞きたいそれ、僕、テレビで、うん、自分がなんかゲイしててとかじゃなくて、家で夜中テレビでうっちゃんなんちゃんさんが MC をやってる、うん、若手が20人ぐらいわーっている番組を見てたんですよ、家で一人で、いい人で、うん、で見てた時に、あ、自分も芸人じゃないですか、うん、うっちゃんなんちゃんさんの後ろでわーってやってないといけないじゃないですか、うん、それを想像してた時に、あれ俺自分がここにいるのが全く想像できないわってなったんですね、うんうんうん、そしたらもう見ててもう、うん、あ、もうあかんってなってきちゃって、どん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 あかんっていうのはもう芸人なんかやってられないと、もうできないかもってなって、あ、やめようって思って、次の日僕は相方にもう言ってるんですよ、それ相方の納得したん、いや、あのね、でも最初はびっくりしましたけど、うん、まあでももう言うんだったらまあ仕方ないねって、え、その時にちなみにな、夏、ああその時はけん玉っていうコンビですね、はい、けん玉はその時にもうちょっとけん玉的にもうまいこと言ってなかったの、まあだから仕事はあったの、仕事はでもライブぐらいですかね、うん、別に、うん、普通にだからあのそれこそルミネ立たせてもらったりもしてましたし、まあだからでも別に売れてるとか全然そんなんじゃないですけど、うん、相方も納得して、はあ、でもそっからはもう割とトントン拍子で辞める感じになりましたね、面白いな、うん、これって、うん、トンボにとっては、はあ、ものすごく重大なことで、はい、あのキャナジャさんの後ろの自分が想像できないってとこやんか、うん、それとも正解なのよね、はあ、多分正解不正解は分かんないけど、うん、俺からすると、はい、そこなんやって、あ、今思ったもん、はいはいはい、だってね、別に
そこに立たなくても売れる可能性はあるやん。まあまあそうっすね。全然けん玉の山口トンボに力があって、ツッコミに力があったら、むしろそこを避けていこうよって。西野がまさにそれ。ああそうですね。自分の勝てる場所を探してやろう。確かに確かに。俺の場合はね、跳ね飛びとかって自分のね、レールがあったからうまくやってたけど、でも YouTube なんかもそうやん。自分の戦うところを探した結果が今であって、俺は逆におもろいな、その、そうですね、早いよ、まあ決めたんがそこで。その時にその考えはなかった、その違う方向で。全くなかったっすね。もう芸人で売れるとしたらこの道しかないって思ってたんや。まずはうっちゃんなんちゃんさんの後ろからって。いやもう本当にだからもうその発想がないです。もう別の、もう違う方向に走るっていう発想がもうそもそもないんで、だからあったっていうか。いや全然ないですよ、やっぱり。なんかわかんないです、オーディション受けて、それに通ってテレビ出てっていう道以外の発想が なかったっすね。もうなかった。だから別のことやって目立とうとか、そういうもう発想がなかったっすね。変なネタしてたよね。変なネタしてましたね。そこの発想は、ね、そうっすね、そうっすね。変なネタしてましたね、ボンバーマンとか。変なネタ、ボンバーマンとか。ボンバーマンやってましたね。面白いな、でもそれあんねんな、やっぱり。もうそれが僕もう明確に、あ、やめようって思ったもうタイミングですね。できないと思った、その後ろでガヤができないと思った。もうこれテレビにで芸人として出れないって思っちゃったんですよね。だから時代的にもさ、まだ多分 YouTube とかもないし。ないっす、ないっす。テレビ意外がなかったよね。そうですね。Twitter とかもないの。ないです、ないです。だから俺がその時代でお前と同じ立場やったら俺もそう思ってこないよな。どうなんすかね。どうなんだろう。俺はネットがあったおかげで気づけたから。YouTube があったから、はい、別の道もあるやん。気づけたけど、その時ってほんまにないもんね。まあもしかしたらあったのかもしれないですけど、もうはもうそのもう発想が全く浮かばなかった。でも後悔はしてない。もう全くしてないですよ。でもさ、どうなん？改作チャンネルに出てるやん。はい。た時にさ。うわ、演者でもある程度の評価を受けてるわけやん。ああ面白いって言っていただけてますもんね、コメントで。コメントでさ、はい、嬉しい。最近のトンボなんかエグいやん。いや嬉しい嬉しい、本当にさんの大ファンですみたいな。嬉しい、その時にうわちょっとこうなんかザワザワってしないの。あ俺もやってたらとか全く思わないですわ、偉いもんで。全くないです、全くない、全くない。今この立ち位置だから評価してもらってるっていうのがもう分かるので、これが自分がトンサックですってやってたらこうなってないっていうのはもう分かるので、そりゃそうですよ、そりゃそうですよ。トンサックはだってもう例えばやんか、例えばやん。いやそれは分かるから、だから全くざわざわはしないですね。だそう考えたらやっぱりトンボのチャンネルってまた難しいよね。いや難しいですよ、だから全く全然もう、全然、はい、でもそうね、はい、でも自分これで僕はいいなと。分かる、すげえ分かる、全くっすもん。全くって僕がもう本当演者としてとかいう気は全然ないです。そのもういかにこのカジサックの動画が楽しくなって、視聴者さんが楽しんでくれての中に、じゃあ僕が出てそうなるだったらもちろん喜んで出たいですし、出ますけど、俺がそこでちょっともう一回なんか行ったろうかなみたいな、全くないです。いやその、なんていうんだろう、懐かしいなとか思うの。いや、全然ないです。懐かしいな、お前。いやでも嬉しいなかも、嬉しいなはあります、めっちゃ、自分がこう、面白いことをやってる場所に自分が映ってるのがめちゃくちゃ嬉しいですね、これ。楽しいとかね、やってて単純にずっと楽しいし、嬉しいし、そこに参加できてっていうぐらいですね。なんか忘れ物取ってるぐらいの感覚というか、ちょっとね、
いやだから芸人をこのまま続けてたらこんなに面白いって言ってもらえなかっただろうから。そうですね。でもね、分からんからね。まあまあまあ、そうかもしれないですけど、こればっかりは。いや、分かりますって。ほんま？これはもう絶対に芸人で続けてたらこうなってないですもん。僕ら芸人ですからねって言った瞬間に急にやっぱハードルも上がるし僕は逆にそれぐらい芸人さんへのリスペクトがずっと残ってるんで、いまだに芸人さんってやっぱ一番尊敬してるし面白いんで、じゃなくてファーってやってんのをカジさんが、芸人さんが良きようにしてくれてるから、なんかよく見えてるだけで。なるほどな。はい、そこはもう本当にありがとうございますでしかなくて。でもこいつの場合は、はい、ボケやん、はい、やつだけでやっぱりそういう目線で見るやん、はい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 、こいつってボケで、はい、天性のもあるやん、はい、そうっすね。だから、うん、なるほどね。時と場合によっちゃお前が跳ねてた感じ、感じのもあるやん。ちゃんと言ってくれよ。もうない。ちゃんと言ってくれ。もうなかったんだよ。なかったから。そんなに今気になった？めちゃくちゃ気になったよ。まあ、うん。なんて言ってるか分かんなかった。だからそう、あるやん。なるほどね、確かに確かに、うん、そう、それでこそ昔伝わらない細かいものがあって、細かすぎて、はい、で藤原組長のやつやったりとかさ、あれのほうもそうやねんけど、はい、多分戦闘で旗振るタイプでは絶対ないやん。そうですね、はい、絶対違います。絶対違うよね、はい、分かんないけど、誰やろうな。それこそ分かんない、 うっちゃんさん、あ、はいはいはい、内村さんにハマってて、うん、内村さんの横で頑張って可愛がられてとかさ、うんうんうん、あーなるほどね。絶対に可愛がられる人やから、はい、内村さんだけじゃないで、はいはい、誰でもええねんけど、どっかにこう、うん、なるほど、ドンドーって、うん、今のカジサックチャンネルみたいな立ち位置で大成してたかもしれんね。確かにトンボさんはあるかもしれないですね。いやでも、いやでもないですよ多分。ないんかな、きっと。まあまあそんな、そうやな、まあ本当に、はい、やっぱり売れる人は、もうカジさんももちろんそうですけど、やっぱ売れる人はもう圧倒的に違う、違いますね、ものがある。やっぱりその俺はね、それ違うと思う。ああそうなんですか。成功が、うん、成功っていうのはその、まあ、売れるためにはさ、うん、階段上がっていくやん、はい、で、まあ、飛ばす人もいるけど、うん、まあ、俺らもあるし飛ばして持ってたりしてんけど、うん、でも実は細かくは階段ってあるのよ、うん、その成功という階段、売れるための階段を登っていくたびに人って成長するの、うん、そう。だから今の意見って、うん、階段上がってない人なのよね、うん、ああなるほど、うん、そう、階段を上がったら成長、うん、2段3段とどん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 自信がついていくのよ、うんうんうん、なるほど、うんうん、だから俺なんかどっかでも言ったかもしれないけど、うん、みんな可能性あるから。なるほど。全員全員可能性あって、どこに向かった足がで運もあるやん、うん、運も才能とか言うけど、でももちろん運もあんねん、うん、運もあんねんけど、その運を手繰り寄せるための努力をするかしないかやん、うん、動くか動かないか、うん、そこですることによって成功、あ、自分の思ったようにいったなっつったら一個成長してんのよ、うん、あ、それが自信となる。はいはいはい。で気づいたら売れる人になってると俺は思う。そういうことだ。へえ。だから俺今お前が言った、うん、売れる人は違うっていうのは俺あんま好きじゃない。ああそうなんですね。誰だって俺は可能性はあると思う、うん、向き不向きあるね、はいはいはい、世界によって、うん、でも自分はお笑い向いてるなと思って入ったわけやん、はい、入ったわけやん。そうですね、はい、って時にはちゃんとした階段を上がれていたら、そういうことか。俺はそう思うな。なるほどね。じゃあ今例えばじゃあ若手の芸人さんとかに相談されて、うん、ちょっと僕も才能ないと思うんでちょっとやめようかと思うんですけど、カジさんどう思いますみたいなことを言ったら、うん、今みたいなアドバイスをするってことですよね。する。あと辞める理由を聞く。だから俺が、うん、けん玉が、はい、当時、うん、内村さん、うっちゃなんちゃさんで、うん、後ろでどうこうでやめようと思いますって言った時、うん、ひょっとしたら俺はいや俺は違うと思って、うん、って言ってますよね、多分ね。ね、まあでもそれで言ったら、うん、僕でもカジさんに言われてますもん、やっぱ、うん、現役時代に、うん、あ、そうか。僕は言われてるんですよ、それ、うん、その、まあ動画で言ったっけな、うん、その
最近言ったっけ、カジさん見ましたか僕。何を？なんかその僕とカジさんがまだ解説作なんか全然ない時に、うん、そのたまたま仕事が一回一緒になった時があって、本社です。でなんか僕らがチラッとネタやってんのをたまたま通りかかって、うん、ああ見た見た見たから、うん、僕が行ったから安武おったから見たでこんな間って言われて、うん、お前なんちゅう顔してネタやっとんねんっつって0点やっつって あんな顔でやったらあかんっつってなるほどね。あれはあんな顔でネタやってたら、うん、お前はごめんやで仲いいから言うけど、うん、ちょっと厳しいかもしれんうん、あれでやるなら言った後に、うん、ただお前はその時は0点や正直ごめんだけど0点や顔は、うん、ただお前がうちの当時とかカンちゃんとか、うん、コジと遊んでる時の顔は200点やうわーすごいっすね。その顔がもし舞台とかで出せるんやったら安武は全然可能性あると思うでって。ほんまぞ。ちょっといいめちゃくちゃいい話やった。これは僕めちゃくちゃ刺さってるんで、なんかちょっと泣きそうになるわ。だからそういうことっすよね。その人のこの方向どの方向なのかとかが、うん、俺は安武がその時にネタしての本見てもこうやってこうやってほんまこんだけぐらいしかない、うんうん、そうっすね。って見てなんか収録かなんかそうそうそうネット番組ネット番組で収録してる、はい、たまたま本社おって、うんなんかやってるなと思って気になるやん、うんうん、チラってほんまにチラって見てあれ安武やったんすね、はい、でバーって見てたら、うん、もうなんか背伸びしてたんやんネタってこうでしょうそうっすねあの難しい顔で、うんうん、難しいネタじゃないのに難しい顔してたんやん、うん、その時にでもその前から俺言うせんなそうっすね安武の弱点顔やとそうっすねその楽しくなさそうに見えてるんだよ、うん、っていうのをあからさまにその時に俺は見てもうたから、うんうん、あこれはちょっと言わなあかんわっつって、うんうん、でもさっき言ったように家でカンちゃんや当時や、うん、当時や当時、ね、と絡んでたら、はい、もうめちゃめちゃもうニッコニコだってお前それなそれ、うん、でまた当時のそのコンビトリオか、はいはいはい、トリオの2人が、うん、もうなんかコジとか当時とかカンちゃんっぽいのよあーチンペーあーそう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 でやったらええのになっていう、はい、なるほどね。いやそれがでもすごいじゃん今いやそうっすよ当時とかカンちゃんといる時の顔というかもう一緒にいるんだからねそうっすね鏡で練習せえって言ったもんな俺そうっすねはい面白いっすね、うん、もう自分の顔見ながら鏡見て、うん、どんな顔でやったらいいのかっての練習したらいいのやりましたもん練習した、はい、シャワー浴びながらやって曇ってこうやって拭いてまたこうやってくってもうシャワー浴びながらやるところが嫌したシャワーいらんやん普通に洗面台の前でいいもん絶対シャワーいらんやん風呂でやってるっていうこと俺たちにもそういうところ見せたい絶対シャワーいらんもんいらないシャワー邪魔やん、むしろ、うん、そうっすね違うっす、ほんと何も考えずに鏡の前ででよかったもんお前、ネタ中シャワー浴びてることあるでも、本当にやったのがやったのがシャワーの時だったんすよほんで、こうやって拭いてっていうのもいらんもん、別に曇るじゃんってどうせお前、拭いてる時めっちゃ過去つくそれじゃ練習なんないんすで、安武はあー、安武辞めた理由、うん、俺聞いてないの聞いたっけあー、でもなんかどうだろうはっきりは言ってないかもしれないですけど、うん、でも最後いや僕はやっぱトンボさんと違って、うん、そういう意味でもセンスなくてまあでもカジさんで言ったら違うのかなまあその気づかなかったんですよ自分はいけんじゃないかなっていうのがなんかどっかずっとあったずっとやってるねじゃないと続けないじゃないですか逆に言ったら、うんうんうん、どうにか可能性を探して何年よだってやったの15っすね15よ、お前だって何年よ僕はだから早かったよねは8年7年8年ぐらいなんか倍やってんねんからはい、はいうんうん、でまあなんとなく自分の中で、まあ、結果的には勘違いだったんですけどいけんのかなっていうのはありつつで最後それこそラフコンでやった時に、うん、今その最近 YouTube 8LDK って始められたんですけど知ってる知ってる、はい、井本さんと森木とかはい、うん、やっぱあの 8LDK のメンバーが井本さんの
グループで、僕そこにすごいお世話になってて、うん、軍団みたいな、ね、はい、伊能さんたちにいつもいろいろ優しい言葉だったり、うん、そもそもあのシッターだったりとかをしていただいてて、でもなんかその割合がちょっと増えてきたなと思って、割合なんていうんですかね、なんか一緒にライブとかすごい出させてもらって、うん、すごい優しいんですよ、みんなあそこのメンバー、へー、で僕的には自信なかったりしてもどうにか笑いに変えてくれようとしたりとか、うん、あれをこうしたらこうなってたよとかをすごい言ってくれて、うんうん、でもそれがあまりにも多くなってきて、なんか逆に、ああなるほどね、なんかちょっとうわ情けないなはちょっとあったんですよ。安武ここをあの時ああすればもっと良かったのにっていうのが多いあまりに、はい、そうなんですよ、その時できてない俺っていうのが際立っちゃったみたいな、そうなんですよ、あでそれが続いたりとかして、うん、わまた言わせてしまってる、僕のことをすごい親身になって考えてくださってるメンバーにまた言わせてしまってる、でまだ治ってない、俺ちょっとこれ情けないなってのもありつつ、でラフコーンに5つそれやってて、で、まあ、ちょっと厳しいかもなって話が出た時に、わもう本当ラフコントロール面白いと思ってて、あこの人たちと一緒にいて無理なんだったらもう無理だなと思って、そこである種初めて、はい、向いてないかもって思った、はい、そう、あ、俺は重岡さん森木さんとやってこんだけあの猪本さんたちみんな支えられて、うん、無理なんだったらもう無理だって思いました、うん、あそのそんだけ僕はそのメンバーを全員リスペクトしてたんで、あ、もう無理だって思いましたね。その時ってさ、はい、どんな気持ちなの？へこむ気持ちなの？それとももうすっきりしてんの？あー確かにね、もうやめますって、まあ、結局どうするってなった時にもうやめますって言うじゃないですか僕から、うん、絶対に、うん、それはやめろよと絶対言わないし、うん、どうしようかって話をしている時に、あこれはもう俺から言おうってなって言うまではへこみましたね。あやっぱへこむね。あ無理なんだって思ったんで。んまああとあれよね、リアルなこと言ったらさ、15年、はい、何だったんだろう。そうですね、はい。そこ絶対あるよね。はい、うわマジかって思って。なうん、それはあるよな。意味なかったんだ。それこそね、あのカイさんに言いましたけど、うん、で僕カイさんに手紙書いたじゃないですか。あったね。対策やって、そこが意味があったなってこと気づけましたって思いますけど、その瞬間はそうだね、これって後から気づくことだね。後から気づきますね。うわマジでやばって思ったし、ただやっぱラフコントロールめっちゃ好きなんで僕、うんうん、尊敬もしてますし、で言った後はもういやもうこの二人と無理なんだったら俺は無理だってなったんで、そこからもう一気にすっきりして、でこれあと僕の一個性格なんですけど、まあうまあよくもあるもドライだったりとか、うん、ほんま才能やでお前、はい、あるよな、はい、僕なんとかなるってある、はい、寝たら忘れるんですよもう羨ましい、うん、その能力ください俺もう真逆やから、うん、俺もほんまに真逆やねん。あそうなんですね。むしろ寝たくないんやね。うん、忘れちゃいけねえみたいな、お前は羨ましいねんな俺。だからそこは、はい、あなたの武器ですよ、才能、はい、まあ、よくも悪くも超ポジティブじゃないですか。俺ね悪くはないと思うよね。そのポジティブさ、お前の才能を生かせる場所があるはずやね、はい、うん、絶対、はい、そこの場所を間違えると、はい、マイナスになるだけだよ。でだからよくも悪くもじゃないね、言えねん、うん、絶対言えねん、うん、な、うん、ないものねだりやけど、はいはいはい、俺がそういう部分ないから、うん、羨ましいなって思うし、でもお前はお前で苦しいとこもあるやん、はい、そうですね、おもろいよな、はい、まあでもそれであと、うん、もう一個すっきりした点で言えば、うん、もういい、逆に俺も絶対面白いことやんないと思ったんですよ。え、なんで？ああもうお笑いに、はい、もう面白くないです僕ははい、面白くないです僕は、面白くなかったですよ15年やってってなってだから僕も面白くないんで、面白いことしないですからね。なるほどって思った瞬間に自分で勝手になんか
その呪縛じゃないですけど、おもろくないといけないっていうできもしないのにそういう勝手にそういうのがあって、それこそカジさんがさっき言った、うん、そういう顔してたじゃないですか。芸人ってこうあるべきみたいな、みたいな、面白くなきゃみたいな余計なプライドだったりハードルを自分で作ってたのが一気になくなって、すごいスッキリして、うん、あれなんか普通にふざけてて、なんか滑るとかそういうのとかなくなったらすごい楽しくなったんですよね。なるほどね。一緒や俺もだから、うん、俺も今までやってたことと、うん、カジサックで、うん、あのカジサックじゃない、梶原で、うん、キングコングで出てる時に俺は嘘ついてたから、うんうん、そうですよね、一緒よ、そういう意味では、うん、無理してたから俺、うんうん、芸人ってこうだよね、うん、こうあるべきで囚われて、そうそうそう、うん、でそれにとらそこは違うっつって YouTube 始めて、だから一緒よね、考え方的にはね、うん、だその楽屋のね、僕ブログに書いたんですけど、うん、僕はトンボの逆を行こうと思ってるんで、あ、書いてたね、はい、なんか髪伸ばすってこと、髪そんな表面的なことじゃないです、メガネかけないとかそういうことじゃないですよ。だってまんまでとも逆に言ってた、そうそうそう言ってますね。なんか僕だからほんと今でも俺がおもろいことしたろうとは思ってないんですよ。楽しかったらいいじゃんと思ってます今僕。そうそう、それすごい大事で、はい、お前はそこ徹底してるよなほんまにな、はい、うん、俺ちょっと芸人時代のちょっと背伸びしてる部分出し始めたら、またこれ歯車狂ってくるからね。そうか、うん、だからそのコメント欄 で、うん、で逆に言うとコメント欄で僕とトンボさんとカジさんで出てる時に、うん、トンボ面白いとか書いてあった時に、多分芸人時代だったら、うん、なんで俺は言われねえんだよって思ってたんですよ、うんうんうん、けど今はいやトンボさん面白いもんって思ってるんですよ。あー、なるほどね、それが伝わったんだ、よかったっていう、うん、なんもうほんと嬉しいし楽しいしっていう、ええー、ねえ、はい、ええー、ねえ出た、なんですかそれ、何それギャグあの三枝文枝師匠のいらっしゃいに変わる、いらっしゃいみたいな、はい、ええー、ねえほぼ文枝師匠なんですよもう。なんでこうやってない俺言い方がほぼ文枝師匠、これがないだけだから文枝師匠も多分ええー、ねえって言うもんな、おっしゃってますよ文枝師匠、ギャグできた、機嫌がいい時の文枝師匠ですよそれ、めっちゃできた、うん、酔っ払ってますね、センターマイクに見えてきた、何ですか、漫才します、漫才するこれセンターマイクにしてほんまに何言ってんすかこれセンターマイクにしてマイクする、マイクマイクするそうで、何も間違ってんの、はい、センターマイクにしてマイクマキさんのモノマネする、はい、モノマネするんすか、するって聞いたやるやるの、いや、やんないですよ、じゃあやめよ、あ、よかったよかったよかった、よかった、プレゼンしただけだから、あ、プレゼンだったんですね、そう、このセンターマイクでマイクマキさん、ダブルマイクマキさんをやるかっていうの、やんないっす、やんないっす、俺もやんないっすよかったですよ、よかったよかった、めちゃくちゃ言いましたよ、おかげさまで、おかげさまです、ほんとに楽しいな、でも、はい、いやそうっすね、こうやってな、久しぶりですよ、こんなん飲むのね、何の話になってけ、何でしたっけ、そもそもは、そもそも、いや、俺のお前俺の結婚の、そうだね、そうですよ、子供とかの話してたんですから、まあでももう本当にでも楽しく飲めればよかったんで、本当に、いやでもそこちゃんとしてたんじゃない、うん、ほんまに、いやでもだいぶいろいろ聞けたんで、うん、相当いいアドバイスいただきました、本当に、子供のことももちろん大事だけど、その前にやっぱ結婚式だ、ああそうですね、うん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 、そうですね、順番、そうですね、確かに、うんうん、やらないって言ってあげたらだいぶ楽になる、うん、でもそれはすごい、今日本当に飲めてよかったです、そういう話を聞けたんで、いや分からんけどね、俺も何回も3回ぐらいおったんかな、はい、で、あの子の感じって、うん、何言ってんのとかなりそうやな、ね、いや私いいからとか言いそうやな、そうですね、分からへんな、これは、うん、面白い子ですよ、本当におもろい子や、ほんと素敵、ちょっといいですか、はい、めちゃくちゃ酔いましたけど、進みますね、今日は、そうですね、うん、進みますね、はい、明日
どうします明日、はい、じゃあどうします明日の撮影、はい、ちょっとバラしますやばやばいね。なんでこんなだったん。いやちょっと楽しいってことじゃないですか。そうっすね、久しぶりじゃん、うん、ほんまにここまでこう、うん、ここまでこう、なんか、うん、そうっすね、うん、確かに確かに寝ないでね寝ないでね、みんなに会いたいみんなっておかたですか、家族家族ごめんなさい、だとしたらごめんなさい、僕らもうそれは申し訳ないけど、はい、もうちょっとだけ僕らと楽しんでください。で、本当まあ当たり前なんですけど、うん、僕思うのはね、うん、家族、ご家族本当好きじゃないですか。好き、それは もちろんも当たり前って当たり前なんですけど、うん、その嫁サックのことマジでずっと好きじゃないですか。好き、めちゃくちゃ好き俺、うん、だなんならだってどんどん好きが増えてってるって言ってるもんな。それがだからそのまあ今現状彼女もいないね、うん、俺からしたらすごい不思議だし、うん、でもそれを見てるから、うん、あ結婚って実は素敵な面もあるんだなってすごい思うんですよ。俺はもうめちゃくちゃ刺さってるもんそこはね、うん、まあ、そうね、だからもうこれだからとはいえ、うん、みんながみんなその考えになることは絶対無理で、うん、やっぱりこれも俺の性格やねんけど、うん、やっぱり俺は人が好きなんや、うん、なのね、って中でその人を幸せにしたいと、うん、本当に思うわけ、うん、でその人の笑顔だったりとか、うん、その人の幸せが俺の幸せになるっていうのがほんまにあるから、うん、はい、だからどうやってこの人を幸せにできるんだろうとか、うん、なった時に幸せな顔を見るために好きになってくる。ああそうか、うん、美子さんですか。そうよ、うん、それで言うたら、うん、チームもそうよ。ああ、まあでもそれは感じますけど、うん、感じる。え、ちょいいっすか。何、うん、僕ね、本当だから彼女とか結婚とか僕もちょっと考えてんすけど、うん、うん、え、それは考えますよ、うん、で、そのトンボさんもね、うん、僕の近いとこで、うん、ハッピーになって、うん、僕もそれ考えていくんですよ。まあ、どうなるかわかんないですけど、うん、これやっぱずっと好きじゃないですか。ずっと好き、うん、好き。ちょ、何、結局、うん、結局どこが一番好きなんですか。なるほど。え、誰の。いや、みっこさんですよ、はい、他いないでしょ、今、うん、これみっこさんの、そう、結局何が一番好きなところはどこなんですか。もう一個ここって言ってください、うん、一番ってむずいで、でも、うん、いや、そうなんですけど、もうそうのなしで強いて言うならね、はい、強いて言うならです、もう、うん、それは僕も僕で、だっていいとこ言えますもん、みこさんのいっぱい、うん、いや、一番はむずいわ、うん、じゃあ、3、2、1って僕が言うんで、言ってください。え、なんでそんなんずるいやん。いや、でも、もうそんぐらいの感じで聞きたいわ。それぐらいの感じで聞きましょう。いや、それはむずいな。はい、みっこさんの一番好きなところ、はい、3、2、1、うん、はい、顔お前それはちゃうやんそれはちゃうやん、今の。いや、でもこれ僕の振りが悪かったですかでも深いかも。じゃあ、じゃあ、中大ちょうだい何、ジョジョ園ちょうだい。ジョジョ園はないですよ。ジョジョ園はないですよ。あのね、はい、これ実は深くて、はい、これ理由付けしようとしてんじゃなくて、うん、顔って変わんねん、うん、あー、なるほどね。そう、なるほどね。俺、ぶっちゃけでいい、もう今日ぶっちゃけでいい、はい、いや、もうずっとぶっちゃけてくれよ、はい、いや、今日はもう俺、出会った時のみっこの顔って別にそこまで好きじゃない。へえ。うん、出会った時はみっこの性格だったりとかが好きだったりします、うんうん、で向こうもそうやったもん、うん、そこだって顔で結婚する？いや、しないです。しないよね。絶対しない。絶対しないよね、うん、この人とずっと一緒にいたいなって思うこと、うん、絶対そう、性格、うん、だったりするで、うん、で俺は結婚したいってみっこと思ったわけだ、うん、はい、
もう顔も、まあ、ね、好きじゃないよ、語弊がある。好きやったけど、うん、好きやけど、うん、あの今の顔の方が好きっていう、うん、そう顔って変わる、うん、絶対変わる、うん、それは生活だったりとか、お互い分かり合ってだったりとか、うん、タレントもそうやん。確かに、うん、確かに確かに、うん、タレントも変わるやん、顔めちゃくちゃ変わりますね。言われる人もいるやん、タレントさんで整形しましたかとか言って、うん、あれ実は整形してないね、うん、でも性格だったり考え方だったりとか移り方だったり、いろいろなものを経て顔って変わんねん、うん、確かに確かに。でそれとは俺もそうやん。そうっすね、そうだ、最初の解説アップの一発目なんかで言ったら、はい、全然顔が違う、うん、変わんねん。そうか。で俺がミクはよく言ってくれてたけど、やっとやりたいことだったりとか、うん、ユータ の, あの好きなことができているのを見るのが幸せって言ってくれたりするんだな、うん、でイコールミッコの中で幸福感があるわけ、うん、あってくれてるわけ、うん、そしたらミッコの顔も変わってくる。あだから深いのよ顔っていう。確かに、はい、だからお前が3、2、1って言ったからこんなのなんか無理やり出てきたみたいな。あなるほどね。顔は深い。確かに深いかも。なるほどね。このあれだね、その結婚生活を重ねたた上での顔、育で、ね、育んだ上での顔っていう、うん、そう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 、答えは深いわ。そういうことよ。そういうことなんですよ。じゃあ2番目聞いていいですか。え2位聞いていいですか。あ2位な、はい、1位なんで言ってないよ。1位顔だって1位って言って、はい、じゃあ2位も聞いていいですか、はい、じゃあ3位、はい、えじゃあ嫁サックの好きな嫁サックっていや分かる、もうごっちゃになりますよね。ごっちゃなる。みきこさんの好きなところ第2位、2位、いやちょっと待って、3、2、うん、1、はい、生き様。かっこいい。おかなぁ、うん、よ生き様、生き様、え、その生き様ってのは どういうことですか。そのカジさんを信じてもうずっとついてくるみたいなことですか。だ要はこれもちょっとなんやろ、深いかったりすんねんけど、はい、深いっていうのはその、うん、やっぱり夫婦っていろいろあるわけ、はいろいろあんね、うん、夫婦って本当にいろいろある、その、いろんな人もね、うん、あんねんけど、いろいろあったのにもかかわらず俺についてきてくれたとか、信じてくれたとか、うん、本来普通ってむずいやん、普通は分からへんけど、うん、普通は分からへんけど、普通っていうことを使わせてもらうならば、うん、普通も心折れるよねっていうこともあったと思うね、うん、けどこの人を信じようとか、うん、この人についていこうとか、うん、思ってくれる生き様やね、そこも。うん、だそれはやっぱり俺を思う気持ち、俺を思ってもらっている気持ちが生き様やと俺は思うね。うーん、 YouTube に対しての彼女はお手伝いっていう言い方をしてんねんけど、はいはい、お手伝いってさ、ある意味、ある意味軽い言葉や。うん、お手伝い、そうですね。でも俺は彼女の中でそれをあえて使ってる言葉だなと思ってて、本当はものすごい覚悟のいることやねんな、うん、人生かかってますね。そう、人生かかってるし、いろんな声も入ってくるし、あのいろんちゃんとした覚悟がないとお手伝いできない。うん、でも彼女はあえてお手伝いって言ってくれてて、その覚悟もやっぱり、うん、俺を信じたりだったりとか、あなたと一緒に二人三脚でやっていきますっていう気持ちの表れだったりとか、うん、がもう生き様だよね。なるほどね、うん、この人についていくって思ってくれてることってもう幸せでしかないやん。ただその分俺は同じ、もしくは倍返しますよって言うと、何これ。いやーでもこれは俺ちょっともうみっこさんとも飲みたくなってきた。確かにちょっとカネさんいないところちょっとみっこさん飲みたいっすわ。なんかいいな。いや彼女がどう思ってるか分からへんけど、でも俺は分かり合えてるとそこは思いたいし、いやでもそれは感じますよ。感じます、本当に。やっぱ2人の絆っていうのは、やっぱね、要所要所でやっぱね、感じる部分はありますね、本当に。でもそこって一番はやっぱりみっこが
俺に合わせてくれているっていうのは絶対あると思うんだよ。でもそれで、でも逆に言うと喧嘩もするし、その YouTube のこともそうやし、それ以外のこともそうやけど、もちろん揉めることもある。彼女は彼女で言いたいこともあるし、そこも照らし合わしながらやっていくことやんか。でも俺がこれって決めて、ミコがいいよってやるときって、ひょっとしたら彼女の中でも違うと思うなと思っててもやってることもあると思う。そうですね。そう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 、それをやってくれてることが、まあ俺の中では嬉しいことだし、好きだしっていうところかもしれんな。いやでも伝わってきますもんね。伝わってくる。でもさ、やっぱそう考えるとさ、はい、このカジサックっていうさ、はい、このまあいわば一つのキャラクターだけどさ、なんだろう、いろんなものがさ、を背負ってるというかさ、このカジサックっていうのはやっぱ深みがあるね、もうね、もはやね。その俺はもうただただこういろんな人が幸せになってほしいだけやね。でもさ、カジさん本当にそうじゃないですか。これでもほんまにそう、もう嫁が一番やで、本当に嫁が一番で、俺嫁、あ、よくあるやん、よくあるっていうのはさ、あのたらればの話やねんけど、1個のボートしかなくてみたいな。ああ、はいはいはい、その自分が助かるか嫁助かるか、はいはいはい、迷わず嫁、俺は、もう迷わず俺死ねる、って言う人もおるけど、ほんまかどうかなんか分かれへん、俺ほんま、っていうとこやと思う、あのだから一番の嫁や、けど、お前らももちろんそうやし、意外で言うと視聴者もそうやし、もうできる限りなんかみんなが幸せになってるっていうのがあるよね、絶対。ほら、これちょっと変な話になっちゃうかもしれないですけど、ちょっとガラッと変わっていいですか、ちょっと話。いや、今カジサックっていうことってすごいなんかこの一つのキャラクターとしてもそうだし、深いなっていうふうに改めて思ったんですけど、めちゃくちゃ変な話ですけど、カジサックっていう名前を今改名するとするならば、なんで？いや、例えばね、いや、しなくていいんですよ、もちろんしなくていいけど、改名するとするなら何にします？改名。ああ、なるほど。なんかいろんな流れがあってカジサックになったとは思うんだけど、違う名前にするとするならば。違う名前、はい、面白い。でも、なんで、どういうこと、意味が分からん。名前を変えるとするならば、変えん、なんで変えん、変えないといけないとするならば、そういうこと、意味が分からん。マジで意味が分からんよ。どういうこと。いや、例えばの話っすやん。例えばっすよ、もう。そうそうそう、変えるな、こうやって、いろいろ減ってきた上で、カジサックって今すごい名前としても愛着湧くじゃないですか。でも何かしらの要因でカジサックって名前が使えなくなりました。なんでよ。例えばやん。例えば名前を変える。何でもいいっすよ、パッと今浮かんだことでもいいですし。ルクサック。そんな、なんなんサック行きつけ。あ、サックは残すの。リュックサックにするんですか。いや、嫌よ。でも、仕方なく変えないといけないとするならば、リュックサック。リュックサックはでも嫌よ、俺。リュックサックは嫌やわ。違う、リュックサックっていう、お前が言ったんや。なんでリュックサックの話してんの。ほんまに、どういうこと。じゃあ、名前を変えるとするならばっていう。ラップサック。なんで背を持つか、全部。その芸風じゃないですよ。どういうこと。そう、いやいや、ふと思ったっていうだけですよ、これは別に。え、例えば、はい、変えるとしたらでしょ。はい、なんで変えなあかんの。
じゃあなんかカジサックがなんか商標登録みたいなのとなんか被っててなんか訴えられた、これないですよ、ないけど実はなんかその登録されてたと、ほんでカジサックって名前はもう使えなくなりましたで吉本から言われるんですよ。ああでも、ね、だからそういうことよね、はい、そういうことよね、はい、だからあるよね、サックを残し、どんだけサック残したいねんって言われたいからじゃん。あーなるほど、なるほど、うん、そのどんだけサック残したいねんって言われたいからじゃん再放送、うん、いや、意味分かってないから俺。あ あでも変えるとするならばリュックサック。いやほんまは嫌やで。いや分かってますよ、そりゃそんな僕らだって嫌ですよ、そんな。リュウジとかが言うほんま言うたら名前を変えるとするならば、分からんけど、リュウジとか達也とか、はい、拓也とか一緒じゃないですか。何がゲームチャンネルでかっこいい名前って一番最初にリュウジって言ってましたから一緒だ、発想が一緒。モリドシンとかが1個にしてください、1個。え1個、1個自分分かる。いや分かんない、いいかいいからいいから。確かに、うん、1個、一個一個、うん、何何、我々はどう変わろうがそれについてきますから。そう、一個決めてください。難しい、それお願いします。はい、おもろくなってきた、お願いします。え、どういうこと、リュックサックじゃあかんと。いや、リュックサックでいいっすよ、リュックサックでいいんすね。じゃあいやどうやろう、すだって、いやこんなん俺もうちゃんと決めたいね。あーそうか、性格っすもんね、そうですね。それは今のところ候補として上がってるのはリュックサックとリュウジと森の神でしたっけ。何なん森の神言ってませんでしたっけ。言ってた森の神の部屋になるとこでしょ。え、カジサックには戻れない。戻れない。戻れない。寝るの寝るよ、このママ友さん寝るよ、もうこれも言うか。じゃあ、3-2-1でやるか。そうですね、カジサックを解明するならば、はい、3-2-1でやる。行きましょう、はい。カジサック、カジサックを解明するならば、3-2-1ケンシロウ。ケンシロウはちょっと好きだな。ケンシロウチャンネルになっちゃった。好きだな。ケンシロウチャンネルになっちゃった。地上波、ほんまもう分かれへんわ。かなり寄ってますね。めちゃくちゃ寄った。はあ。ケンシロウチャンネルでやっていくじゃん。ケンシロウチャンネルでやりましょう。じゃあカジサックがもし仮に使えなくなったら、うん、我々はもうケンシロウチャンネルだな。そうですね、うん、ケンシロウチャンネルです。やっていこう。バットとリンでやっていきましょう。バットとリンでやろう。何言ってんの俺ケンシロウチャンネルにやりたくねえよいや俺だって嫌ですよ。でもふと思ったんですよ。確かに、うん、サトシ、え、ケンシロウじゃなくてサトシ。サトシがいいかな。なんすかサトシ。関係ない方がいいかなと思って。あー、ケンシロウ、あ、サトシ、サトシちゃん。なんでサトシなんて言われた方がいい。あー、じゃあどうもサトシですっていうことですか。うん、じゃあサトシっすね。でもそんなん言われたらもう全然またちょっといろいろ考えたくなるもん。サトシ、サトシにします。じゃあ、いや、めちゃくちゃ笑いますけどね俺。カジサックチャンネル解明しますっつって次からサトシでいや、いいと思うね、俺。おー、いいいいいい。サトシですね、じゃあ。サトシ、うん、サトシですね、じゃあ。サトシチャンネルですね。サトシチャンネル、いや、
チャンネルいらない、サトシ、サトシだから全部サトシのゲーム部屋とかになるわけよ。ポケモンやるしかないじゃん、もうサトシのゲーム部屋はあ、ポケモンサトシか、はい、あれポケモンサトシ、サトシです、はい、ポケモンの主人公サトシ、はい、サトシです、サトシやな、うん、サトシやな、なるほどね、おもろいですね、でも面白いな、いやでもカジさんって、うん、まあこれも何回も言ってることかもしれないですけど、本当に物欲ないじゃないですか。いや本当。物欲？うん。物欲ない。うん。そんな物欲のないカジさんが今一番欲しいものって何なんですか？おお、確かに。一番欲しいもの、欲しいもの。欲しいもの、うん。買えるものってことですよね。買えるもの。ああ、時間とかじゃなくて。じゃなくて。うん、地位とか名誉とか時間とかそれこそじゃなくて、うん、もう物、うん、いやーないな、いやないのはもちろん重々承知なんですよ。そんなことあります？質問してないなって。俺はでもめちゃくちゃありますよ。いいスニーカーとか。ああそうか、安欲、安欲って誰が欲のモンスターなんだ。安欲どっちもいけるな。今安欲ってそっちもそうやし、あの入浴の欲とかそうですね、安欲で風呂入ってんすか俺やっぱり酒入るとダメだな。ダメっすね、やっぱもう言葉が出てこんすね。僕はでも物欲結構そうだよね、はい、物欲あるから、そこですごい楽しかったり、確かに確かに、それが趣味だったりするんで、服だったりスニーカーだったり。じゃあトンボは何が欲しいの？俺ですか、うん、テレビとか。ああ、ちょうど買い替えたいんで、今一番欲しいものって言ったら今テレビ欲しいです。なるほどね、はあ、あなたは何ですか？はい、あなた何？いや俺マジでないわ。いやないとは思うんすよ、ないとは思うけど一番欲しいもの、うん、いや、お前ないけど、うん、ヒント出せます？ヒントって何？僕、カイさんこれ欲しそうだ。例えば、僕で言ったらとこなんですけど、だって何よ。いや、例えば、何にもないから、なんで、梶さんの答えのヒントを癒してあげてんの。例えば、松井さんが西郷に使ってたバットとか。あー、なるほどな。そう、それは買うものじゃないと思うよ、俺。あ、もらうものですか。まあ、確かにな、奇跡的に手に入るものだと思ってる。あー、買うやろって今言う。買う、はい。そっかそっか。机。何が思うの？ええよ。何が思うの？机じゃ、机欲しいんですか？何が思うの？じゃ、机欲しいの？いや今ポン出てきたわ。な、机って何ですか？何使うんですか？机。勉強机ですか？机。こういう、こういう何用の机？うん、も、机、勉強机。あ、勉強机？全部机全部机全部机って何？で、勉強机もそうやし、あなんか、家族でみんなでご飯食べる机もそうやし。ああ、なるほど。これ二つなの？あー、でも、でもいいですよ、机。なんか、子供たちの勉強机ももう、もし買うんやったら、なるほど、もっといいのにしてあげたい。あ、机って子供たち用の勉強机ですか？自分のじゃなくて。あ、俺いらんですよ。ああ、だから、そうか、まあ、そうなるか。欲しいものって言ったら自分のじゃないとあかんの？いや、でもいいっすよ、うん、まあ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 、うん、だから自分の欲しいものが子供のためのものっていうようなことってことですか？そうですね、全然それ俺いらんですよ。なんか、なんかもう素敵やな、結局なんかな、あ足が臭くならないスリッパがいいわ。そういうか。あ、消臭スリッパみたいなやつ。うん、うん、なるほどね。強いて言うなら。あ、強いて言うならね、うん。うん。なるほどね。まあでもやっぱ、家族ができるとまたいろいろ変わってくるのかな。そうか。うん。だから安武も変わるかもよ。何が？あ、家族。家族ができたらスニーカーなんて言わないかもしれない、ね。あ、でもそうかも。まあ、
は、いや、俺とちゃうと思う。それは違いますかね。俺は、うん、安武って何やったっけ。何安武、人間ですけど安武って何やったっけ。人間ですけど、何ですか安武が今後結婚とかすることになるとするならば、はい、スニーカーが買いたいねんっていうのに喜びを感じる奥様じゃないとダメだと思う。なるほど。あー、安武がそういうことをしたい、誰も物買いたいってことに対して喜びを感じる。だって俺と安武って成功ちゃうねんもん。まあ確かに。俺もともとこうやから。あー、でも僕そのカイさんが言ってくれたあれもあるんですけど、うん、子供に対してその絶対なんですよ、うん、だから当時カンちゃんコジ当時あのその時ね、うん、当時カンちゃんコジとやっぱあんだけ仲良くできたし、うん、そのカンさんその知ってるかもしれないですけど、僕がスニーカー好きで履いてくじゃないですか、うん、新しいいいやつを、うん、ことごとくあのちっちゃい頃のコジに踏まれてるんですよ。ああ、うんねんな、はい、でも僕別にな本当になんとも思ってないじゃないですか、うんうん、だそこは全然よくって、うん、それはもう子供なんすよそこは、うん、だからそうなってきたら僕マジスニーカーいらないっすわ。ああ、なるほどね、はい、全然いい。めっちゃおもろかったっすもん、新しいの入ってたコジ動くからコジっつってなるほどな、はい、そこはでもいらないっすね。でも羨ましいんだ俺それが。いや、ずっと言ってますもんね。その要は趣味があるってことでしょ。羨ましい。でも本当に年取ってでね、老後とか、うん、本当になんか趣味みたいなあったらいいなとは思いますよね、うん、だってでも老後はみっこうのやりたいことでええもん。あ、もうそれがもう趣味になるってことですか。だって今俺がわがまま言ってたもん。うわー、なんやの今俺がやりたいことをずっとやって、うん、それについてきてくれたわけでしょ、うん、彼女が今やりたいことっていうのが、え、それを一緒にやるってことですか。一緒にやれるものならやりたいし、でもミコの中で一緒にやりたいことじゃないかもしれなかったら俺は関与しない方がいい。あれなんか陶芸とか言ってましたよね。言ってた言ってた、うん、だから陶芸を一緒にやりたいと言われたら一緒にやるし、うん、一人でやりたいって言ったら一人でやっていいし、うん、素敵、素敵やん、うん、俺多分一番抱えてるの今、俺自分今やと思うから。あ、多分ミコの中で一番抱えてるのが今じゃないと思う。わあくまでも俺を尊重してくれてるし俺のお手伝いをしてくれてるから、うん、本当に自分がやりたいこと、うん、何も気にせずに自分のやりたいことっていうのは今彼女は多分してるんではないと思う。やっぱ子育ても大変やし、うん、だからやっぱり老後をやりたいことっていうのがたくさんあるってことはそういうことだと思う。なるほどね、うん、あらそうね、物を買うっていうから難しいやろな。机とかさっき言ってもたけど、うん、今趣味の話してるんですけど。え趣味の話、今は趣味の話してるんですよ。今は趣味なん、はい、俺趣味何ないもん。ないっすね、全然ない。ゴルフ、ゴルフもある意味俺仕事やったからな。あ、ゴルフも仕事の人と一緒に、そうかそうか、折れる時間としてやってたかなったりしたから、ほんと仕事につながるとか。あ、じゃあこれ聞いていいですか。もし生まれ変わるなら何になりたいですか。鳥。鳥いや、これは早いね。なんで鳥になりたいんですか。いや、飛びたいやろ。あ、飛びたいの。飛びたいの。え、鳥も種類いろいろあるじゃないですか。確かに。鳥、鳥の種類あるじゃないですか。そうそうそう、そのタカみたいなやつ。あ、タカ、タカ。あ、タカ、はい、タカ、タカになりたいんですか。生まれ変わるなら。ちょっとごめん、鳥が分からへんわ。タカ、まあ、スズメとか、ハト、カラス、ハト、クジャク、あー、クジャク、フラミンゴ、ハト、あー、なるほどね、うん、タカ、あ、タカ、高い、タカやろ、かっこいいから。かっこいい、かっこいいというか、タカ、いや、なんで、タカやろ。いや、もう、そんなことないっすよ。なんで？その、ね、その旅する鳥みたいにいるじゃないですか。渡り鳥みたいな、のあれは何の種類は、カモメとかな、とか、はい、なんで渡りたいの。世界中回れるの、飛んで。そうそうそう、飛んで。いや、タカも渡れるやん。タカ渡んねえっすもん。タカだってすごいなんか、そう、
狙い撃ちみたいなやつやな。そう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 、その地区で飛んでるからとか。あ、でも鳥になりたいんですね、生まれ変わって。いや、分からない、急に言われたから即答できるってことは前からちょっと思ってたってことだ。いや、全然思ってない全然思ってない。人間に生まれ変わりたいあ、人間あ、人間っすか。いやどうやろう。ええ、あ、じゃあ人間だったとしてね、うん、何やりたいっすか、次。あー、なるほどね、職業ね。うん、もう一回やり直して。なるほど、職業何でもなれるとしたら、うん、何でもなれるの、目指せるとしたら、うん、はい。呪音怖いよ怖いよ。遊び人ドラクエの職業です。え、世間にないぜ、遊びにって職業。ドラクエ3でやってるやん。賢者になれるからでしょ、レベル20だったら。そんなんじゃない。遊んでるやつが全然浅いな。あ、違う。どういうこと。うん、わー、浅いわー。何その心は何すか、遊び人の。旅人。違うじゃん、もう違う職業出てきたじゃん。遊び人と旅人で全然違うよな。全然違う。真面目な旅人いるし。いや、これもうあかんな、伝わらんな。旅人になりたいんすか。じゃあその自由人よ。ああ、何にも縛られずに。何にも縛られずにフリーメンってことですね、もう。そう、うん、もう職っていうことじゃないと。ああ、なるほどね。うん、でも意外やな。意外、今の自分じゃできないことやから。そう、っていうか絶対やらないことじゃないですか、梶原優太。だからや。ああ、なるほど。同じことしたないやろ。なるほどね、うん、全然違うことしたい。そうか、全然違う人生を。うん、おう、ね、だから遊び人って言ったことが間違いよちょっと言い方間違えましたね。自由人だから、うん、何になりたいって言うんですか。自由人、旅人、ね、そのだから職業とかにも縛られず、そう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 、いろんなことに縛られず、いろんなところを旅したりできる自由な人になりたいってこと、ね、責任のない。あー、あー、なるほどね。あ、雇われも雇いもしない、うん、もう自由な人。あー、面白い。面白い、ね、がやりたい、やりたい、やりたくない。やりたくないんで、ね、今はね。だってできないから、はい、自分がそういう性格じゃない。だからもし変わるならってことですね。そうそうそう、うん、なるほどね。ほんのりで聞いていいですか、ちょっと、うん、めっちゃ聞いてくるやん。じゃあちょっと面白くなってきたな。うん、みっこさんの好きなとこ第3位教えてください。え、1位なんてっけな。顔、生き様、うん、第3位。みっこの好きなとこの第3位。トモさんお願いします。3、2、1いく。なん、ちょ待ってくれよお前、分かれへんじゃあ3、2、1でいかないともう言わないから。言わない、はい。じゃあ、みこさんの好きなところ、うん、第3位、うん、3、2、1、寝顔。かわいいよ。顔出てきた。かわいい。また顔出てきた。でも答えがかわいい。はい、これでも深くて。深い。これも深いの。まあ、あなたは、はい、もう結婚してるけど、はい、まあ、あなたは結婚してないでしょ。してない。まあ、あなたは結婚してまだその月日が経ってないでしょ。はい。寝顔も変わるから。あー、何それ。全然変わります。え、どういうことですか。全然変わる。可愛くなってくるんですか。可愛いとかじゃないのね、うん、可愛い、綺麗とかじゃないのね。愛おしいとかじゃないの、ね、じゃない。何なんすか。わからない。何なんわからないの深いって言ったから聞いてみたらわからないのかい。教えてよ。深いの。寝ないで。寝顔。寝顔、これです。確かに。愛おしい。愛おしい。愛おしいですね。ちょっといいっすか。はい。愛おしいとか可愛いとか綺麗とかいうレベルじゃないんですよ。え、今、幸せだなって思う時の寝顔と、うん、今いろいろしんどいなとか、いろいろ考え事があるなっていう時の寝顔って全然ちゃう。へ、今
今の嫁の寝顔最高や。最高。それは可愛いとか綺麗とかじゃないの。うん。寝顔見て、ああ最高やなって思うってことですか。最高やなっていうか、言葉なしで、あの、笑顔になる。うわぁ、すげぇ。なるほどね。これはひょっとしたら、俺の問題かもしれない。俺の気持ちの問題かもしれない。いや、でも素敵な。一昔前だと、うん、俺よく行くのよ、寝室に。ああ、みこさんも。みこが寝てるとこ行って、寝てるなーって時に、例えばなんやろな、うまいこと言ってない時、うまく言ってない時っていうのは、夫婦関係とかじゃなくて、はいはいはい、俺の仕事とか、はいはいはい、もろもろ自分の中でなんかうーってなってる時に、もう行ってたから、バーンって行った時に、あ寝てんねやで終わんねんけど、なんか今とかだとわーって言ってみっこの寝顔を見て、ってなって、戻れるみたいな。なるほどね。だから俺かもしれん今ので言ったら、みっこの好きなところっていうか俺かもしれんから、だからちょっとちゃうかも今の。なるほどね。いや面白いね。むずいな。酔っ払いましたね。はい。もうね、帰りたい。帰りたいの？めちゃくちゃおもろくなってきましたけど、俺ちょっと今一個ちょっと覚醒してきました。覚醒した？はい。もうダメかもしれない。もうダメかもしれない。いいっすか？何？一個聞いて、うん、今もう何やってもいいですっつったら、どんな動画撮りたいですか？規制一切なし。なるほどね。権利とか著作権とかもう一切、お金一切なし、もう何でもいいよって言った時に、自由に何も、何でも使える状態ね。はい、で何してもいい。誰出てもいい。規制とかなし。何もなし。規制も誰出てもいい。お金もなし、それこそだからイチローさんとかは。はい。でも全然いいってことや。どういうことイチローさんってが出ても大丈夫。そのお金も気にしなくていいよって。規制もない、何にもない、ルールもない、ルールもない。原始人。え、どういうことどういうことじゃあ、どんな動画じゃあ、安武は、はい、そのどんな動画撮りたいですかって言うんですよ。そう、原始人。原始人っていう動画撮るの。原始人になってみた。原始人になってみた。家族で。別に今できるやん、別に。だって裸でできるやん。ああ、そういうこと。うん。あ、もう丸出し。丸出し。丸出しで何するんですか、原始人になって。肉焼く。ギャートルズみたいなこと。家庭人間ギャートルズやりたいってこと。え、それやりたいですか？何にも着せなくなったら。っ、ね、原始人やりたいですか？いや、その例えば、松井選手がバッターで、カズさんがピッチャーで、イチロー選手が守るみたいな。そう、あるなんか夢の、ね、大何でもいいです。大好きなとこで言ったらね、イチローさんにからスリーアウト取るまで帰れませんとかさ、いえ、違うな、うん、それは、うん、俺がもっと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 頑張ったらできるかもしれない。ああ、そういうこと。ゼロではないですもんね、全然、そうか、できないことで言うと、原始人ごめん、俺もよく合ってないけど、原始人になってみた原始人に帰ってみた。いや、でも嫁が嫌がるな。そりゃそうだよ。嫁が嫌がるわ。まあ、ね、でもそういうのなしってことですからね。実際取れるとしたらってことは、別にそんなのやるわけじゃないんで。いや、まず今は俺やろ、はい、規制もなしで、はい、どう、何でもできるの。何でもです。何でもってことやんな。何でもです、もう。あ、いや、ごめんごめん、ちゃうわ。あ、現地じゃない。今、ごめん、今やもんな、ジャスティン・ビーバーとローション相撲ちゃう。あー、なるほどね。あー、なるほど、いいっすね。いいいいいい、なるほど、いいいい。ジャスティン・ビーバーとローション相撲は絶対バズるやん。いや、バズる、はい、なるほどね、確かに確かに。バズるわ。でも原始人も捨てがたよね。いや、原始人僕もいいっすね。見たことないんで、原始人になってみた。でも、ジャスティン・ビーバーとローション相撲見たことないやろ。見たことない。いや、見たことない。でも、どっちかやるなら原始人。
こんなん言い出したらもうキリないよ。いや、キリないですね。夢の動画企画みたいなのは言い出した。そうですね、はい、うん、あけぼのとローション相撲もいいんじゃない、うん、あけぼのとローション相撲、本当の関取とローション相撲。あー、なるほどね。元横綱とローション相撲、原始人とローション相撲、はい、どういう状態なんですか、ね、原始人がまずゲストに呼ぶの今日のゲスト原始人ですなってるから、これもダメかもしれないな。ダメっすか。うう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 う原始人とツーショットトークしてくださいよ、まずは。そうですね、気になるわ、原始人が。何なのこれ、何言ってんのさっきから。違う違う、別に普通の質問じゃないですか。そう、おしっこを。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってみてください。いや、楽しいわ、おもろい。何原始人とローションさん。いやー、飲みましたね。おもろい。あ、じゃあ、もうこんな機会だから、まあ、こんな質問っていうのはあれですけど、カジサックチャンネルの終わり、カジサックチャンネルが終わるとしたらどんな終わりになるんですかね。うわ、チャンネルの最後。うん、終わる時、終わる時、お前ら二人のどっちが抜けるときちゃう、うん、あーマジっすか。しか今のは俺思えへんかな。うん、なるほど。泣きそう。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。